トゲが怖いね。ここ絶対なんかある。うわ危ない。ルイージー。待って、やっぱ滑るわ。ゆっくりゆっくりここを進んでいった方がいいでしょう。今のは絶対間に合わないと思いきや思いきや下に救世主。大丈夫大丈夫大丈夫。今あと10秒しかないから無理って思ってるでしょ。 MK さんも正直思ってるけどいけると思う。皆さんこんばんは、 MK です。スーパーマリオ 3D ランドパート21やっていきましょう。今回もスペシャルワールドを進めていくんですが、前回までずっとマリオを使っていたので、今回からちょこちょこルイージを使っていければと思います。ルイージはジャンプ力が高くて滑りやすいというのがいつもの特徴なんですけど、 3D ランドだとどうなっているんでしょうか。早速飛行船で試してみましょう。タヌキキノピオが送り出してくれました。よし、じゃあルイージでジャンプしてみますよ。どうだ。おっと、確かにちょっと高いかもしれませんね。滑りやすいかと言われると、ああ滑りやすいわ。ほら方向転換とか結構時間がかかりますね。ジャンプ後とかもちょっとだけ前に進んじゃうみたいですので、そこは気をつけながらやっていきましょう。毒キノコ危ないな。ちょっと待てよ、パワーアップアイテムが欲しいですよね。一応地蔵コノハはあるんですけど、これはゴールまで取っておきたい。絶対そっち側になんかある。えっ、ないんですか。ありそうだったけどな。ないのか。トゲが怖いね。ここ絶対なんかある。あ危ない。ルイージー、待って、やっぱ滑るわ。ルイージ滑りやすいんで、ちょっと飛行船は向いてないかもしれませんね。いやでもルイージで来ちゃったんで、ここはなんとかクリアしていきましょう。うわ、せめてルイージの初陣はここにしなきゃよかったですね。うわ怖い。うわ今のは無理今のは絶対に避けれませんけど、どう思います。じゃあもうここは使ってしまいましょう。もったいないですけどしょうがない。そしてこれで、あーだだだだ、この葉とかが手に入れば非常に嬉しいんですけども、どうでしょうか。1アップか。1アップは正直いらないんですよね。今158機もあるんで。そして待って、スターメダルなくね。あったー、そこは分かりづらいね。はい、とりあえず1枚目。あと2枚。うわ何この広いエリア、絶対なんかある。え、ないの。こんな広いところに何もないってことあります。ないのかじゃあないということで進んでいきましょう。これ甲羅使う。あー使ったのかもしれない、使ったのかもしれないけど、 MK さんはよく分かりませんでした。そしてそこのきつくねえか、取れる。え、出てこない感じ。出てこないんだったらいいけど、出てくるよね。びっくりした。はい、なんとかマグナムキラーを避けて2枚目のスターメダル取ることができました。ラスト1枚どこだろう。わかんないけどさ、これブンブン5っていう可能性もありますよねって言おうとしたら3枚目ありました。よーし、じゃああとはボスを倒すだけ。待て、落ち着け。ルイージで大きくジャンプしてなんとか乗り越えていく。こういう裏とかも怪しいですよね。パワーアップアイテムがあったら欲しいんですけど、なさそうだな。手前とかはないですか。ない。やっぱりスペシャルワールドは結構難易度的にも、え、高いみたいですけど、ボスは。あれ、これもしかしてさ、ボス戦ない感じ。あ、だとしたら簡単じゃん。ありがとう。よし、じゃああとはゴールするだけ。素晴らしい。え、ボス戦ないの。飛行船なのにボスがないってちょっと変な感じがしますけど、まあまあまあクリアできるならしておきましょう。ケイ。そしてさ、今やってて分かったんですけど、ルイージだとめちゃくちゃゴールドフラッグが取りやすい。マリオだと幅飛びしないと届かないところも、ルイージだったら普通のジャンプでいけそうですね。うわ、じゃあ今回はとりあえずずっとルイージでやりましょうか。で、まあ毎回交代というか、まあ気がついたら交代とか、そんな緩い感じでやっていければと思います。よーし、じゃあスペシャル 3-1 行きましょう。待てよ。待て。こういうのね、後ろとかが怪しいんだよ。ないか。ないな。そう、久しぶりの 3D ランドなので MK さんもちょっと緊張しているんですけども、声がね、そう、 MK さんの動画見ていただけましたでしょうか。声がちょっとガラガラというか、まあ潰れておりまして、全く実況できる状態じゃなかったんですよ、 MK さん。で、ちょっとの間ね、まあ3日ぐらいかな、休ませて、まあ休ませてって言っても動画はね普通に上がってました。総集編とかそういう系がいろいろパーッと上がっていたかと思います。ショート動画とかね、動画はもちろん上がっていたんですけど、新規動画というか、まあ新しく声を使うような動画は、3日ぐらい上げていなかったんですよね。で、今回久しぶりの投稿になります。皆さんお待たせいたしました。こっからね、マイクラとかゼルダとか、3D ランドとか、あとレゴマリオとかやっていければと思っております。ぜひチャンネル登録をして応援の方よろしくお願いしますそう、声出せなくてすいませんね。こっから頑張っていきますんで、ぜひ
チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますなんですが、待てよ、メダル取り逃してるっぽくない？なんかありそうだよな。待て、うわ、今のはちょっと MK さんが悪いな。ちょっと欲張りすぎました。そしてメダルあったわ、奥にあったじゃん。じゃあこんなことする必要なかった。うわ、これさ、アイテムないんだけど、この葉どっかで手に入んないですかね。そしてスターメダルが1枚取ってないことになってるので、これもしっかり取っていく。で、奥にちゃんとありましたね。じゃああそこまで向かいましょう。今ね、左に赤コインはあったんだけど、いや、やめとこう。あれを無駄に取ってやられて、しかも1アップみたいな展開になるよりだったら、ゆっくりゆっくりここを進んでいった方がいいでしょう。今のは絶対間に合わないと思いきや思いきや下に救世主。はい、そしてここをスターメダル3枚目ゲットしました。今落ちたと思ったでしょう。皆さん、落ちてないんだな。ちなみに MK さんは 100% 落ちたと思ってもう諦めてコントローラーから手を離しておりました。はい、そしたら待て、こう送ればいける。え、これルイージでやろっかな今後。ルイージだったらゴールドフラッグ取り逃さないと思うんですけど、そのあたりどう思います？いや、でもマリオも見たいよね。スーパーマリオ 3D ランドなわけですから、マリオも今後も使っていきましょう。うわ、なんかアスレチックが多いな。ルイージ使い始めたらいきなりアスレチックばっかりで、ちょっと苦手分野すぎるんですけど、後ろ怪しいよ。ないか？ないな。そして、はい、おなじみのスーパーマリオブラザーズ3アレンジ BGM でございます。うわ、やっぱね、ジャンプ高いと安定する。安定するって言った瞬間落ちるという、全然安定してない MK さんでございますが、いや待って、久しぶりに実況してっからさ、ちょっとなんか喋ってることおかしいかもしれない。その辺はよろしく。これお願い。うわ、違うんだ、この歯が欲しい。絶対にない、この葉。オッケー、ありがとう。地蔵この葉なんとかゲットできました。できれば2個欲しいよね。1個だけで満足できる MK さんではありませんよ。はい、とりあえず今のスターメダルは1枚目。あと2枚どっかでゲットしましょう。これ下？え？どういうこと？通れないのか。あ、ぶぶぶぶぶぶぶ、あぶれ、待て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 、あぶね、今の。あ、壁キックね。壁キックを使って、その上に登らないといけないという、なかなか難しいチャレンジでございました。待て、右か？怪しく、あ、違うわ。これ右から真ん中行くっていう感じでしたね。壁キックが必須ではなかったみたいです。そう、一応マリオはね、壁キック必須とかにはしてないと思うんですよ。いや、でもどうだろう、してっかな。スペシャルワールドにもなればしてそうですね。はい、ということで2枚目ゲット。この上とか怪しくないですか？いや、そうでもないか。こう、待て、これできるよね。はい、こう聞いて、あ、無理か。ルイージだとしても届かないと。あ、こっからならいけそう。はい、で、こっからこう聞いて、こう聞いて、どうよ。あ、無理か。無理だし、危ないから戻りましょうね。うわ、3枚目のスターメダルどこ？あの上じゃないというのは確実だと思いますけど、ありがとうの参上。よ、やった、今、やったが、よったになってしまいましたが、よっしゃーと混ざりましたね。よっしゃーと、危ねえってもう。よっしゃーとやったーが混ざって、よったーっていう解説してる場合でもない。うわ、待て、3枚目ある。2枚目はとりあえず分かった。2枚目の場所は理解したんだが、3枚目が欲しい。そして待て、一応ストックは使わないようにしましょう。ストックを使わずここでゲットしていければと思います。はい、ゲット。落ち着け。どこにある？3枚目どこにある？あるんだろ、こういうところにあるんだろ。あの角材木材ギャラクシーみたいですね。やっぱね、滑るよルイージ。皆さん見ててわかるかな？やってる MK さんはね、結構ね、わかるんだよ、感覚的に。見てる方ちょっとわかんないかもしんないけど、めちゃくちゃ滑る、本当に。これいける？これで。ほら、無理か。待って、3段ジャンプでいけそうじゃない？ 1,2 の3段、あ、これ3段ジャンプとかねえのか。はい、じゃあこれでいきましょう。オッケー、うっそ、壁キック必須ですか。はい、じゃあか、え？え？ちょっと待って、こっから壁キック、これで、え？あれ、さっきまでどうやって取ってました？さっきまでどうやって取っていたのかが分からなくなってしまっている MK さんなんですが、これでいけるよね。はい、オッケー。なんでできなかったんだ。はい、そしたらあそこの地蔵この葉を取って、なんとか3枚目のスターメダルゲットしていきましょう。行くぞ。こう来て、はい、ゲット。危ない。うわ、まあ、しゃあね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 。あれに、あれを深追いしていたら絶対ミスっていました。ここはちっちゃいルイージで頑張って進んでいくしかない。危ない。ちょっと待って。ちょっと待って。絶対そこあった。はい、3枚目。なんとかゲットしましたが、これは地蔵を使わないと。うわ、普通にむずい。
これさ、ルイージでやってるからむずいっていうのもあるけど、普通にむずいんだこれが。行くよ。もうこんなとこでつまずいてる場合じゃないよ。久しぶりのマリオですから、 MK さんも感覚取り戻しつつではありますけども、こんなに下手なわけないでしょう。何十年もやってきてるんですから。何十年もつったってまあ別に、ちょっと待って、じゃあ落ち着こうか、落ち着こうか。皆さん、はい、皆さんダメだよ。ああ、 MK さんこのステージクリアできないんだなって思ったでしょ。ダメダメダメ、できるから、見てて、ちゃんと見てて。これでクリアします。これでクリアすると MK さんは約束します。クリアできたらチャンネル登録高評価よろしくお願い。あっぶねえ、ちょっと今の余裕なかったね。ちょっと今の余裕なかったですけども、いけるいけるいける。で、場所も分かったからそれ以外のところに見向きする必要もありません。はい、こう来て OK、 スターメダルゲットで、こう来て、あともうゴールするだけっしょ。やめて、本当にそういうクリボーが一番危ない。待て、いけるいけるいける、こう来て、素晴らしい、クリアしましたよ。約束通りクリアしましたんで、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。なんですが、もう一ステージいけるか、なんかいけそうな雰囲気してるよね。行くか。ここで行っちゃうのが MK さんなんだな。あ、疲れを感じる前に休みましょう。怒られたんで今日はこれぐらいで止まる MK さんではありません。はい、スペシャル 3-3 やっていきましょう。止まんないよ。任天堂さんに、うーわマジか、30秒ステージか。いきなりルイージでそれはきついって。任天堂さんにやめろと言われてもやめないのが MK 流。あ、1枚やった、1枚やった。あっぶね、今の取り忘れたと思った。はい、そしたらあとねえな。うわ、下に10秒あったけど取んなくてよかったかな。大丈夫かな。これさ、ロープだとさ、あのスターメダルが見にくいのよ。わかる？スター、あったー、簡単なとこにやってよかった。これ30秒とかのやつだとそんなに難しいとこないかも。探してる余裕が、あった、それ欲しいけど今いらねえな。冷静に考えたら今いらねえわ。落ち着け落ち着け。これね、 3D になってないんだよ。あの 2D になってないから、ちゃんと 3D 把握能力を意識してやっていかないといけません。待って、どっかにあるはず、スターメダル。あった、よかった。はい、これで取って、あとはもうゴールさ、やばい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 、嘘嘘嘘、待て待て待て、大丈夫か大丈夫か。ちょっと落ちちゃったけど、まださすがに間に合うと思う。まださすがに間に合う、いける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 。はい、これダッシュして、大丈夫大丈夫大丈夫。今あと10秒しかないから無理って思ってるでしょ。 MK さんも正直思ってるけどいけると思う。はい、ここ取って、あぶね、いけるいけるいける、18秒あったらゴールできるっしょ。OK、 いけるいけるいける。で、ここまた10秒取りまして、はい、こう来て、いくよ、こう来て、すんばらしい、すんばらしいルイージさんの活躍でございました。そして地蔵もダブルストックできるという完璧な締め。これはルイージでやってよかったですね。ルイージだと多分あの縄のジャンプも大きくなっているんだと思います。よし、じゃあ今回はこれぐらいで終わっておきましょうか。次回じゃあミステリーボックスからやっていきたいと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。